エール・アンテール148便墜落事故とは、着陸アプローチ中のフランス国内線旅客機が墜落した航空事故である。事故調査の結果、人為的ミスと結論付けられた。148便の飛行経路エール・アンテール所属のカイ・ゲドは、フランス国内線として運用されており、1992年1月20日の有国148便として、 リオンからストラスブールに向かっていた。148便は着陸アプローチの最終段階でランディングギアを下ろし、滑走路に生体するため左旋回している。最中の現地時間午後7時20分ごろ、空港から南西1 6トル離れた山の尾根の森林に激突した。この事故で乗員乗客96人中87人が犠牲になったが、 乗員一人と乗客八人は救助された。生存者のうち七人の乗客は胴体後部に着席していた。事故当時、現場は暗闇で小雨が降っており、低い高度に雲が広がっていたが、景気着陸には問題ない状況であり、機体に重大な問題があったわけでもないことから、航空機自体には何も異常がないのにもかかわらず、航空機が山や地面、 および海面などの地形に衝突するクフィット事故であるとされた。事故調査チームは事故に至った原因を断定するまでには至らなかったが、パイロットが着陸侵入時に飛行制御ユニットの飛行モードを設定する際に入力ミスをした、パイロットエラーで事故が発生したと結論付けた。パイロットが FC に高架角度3.3度のつもりで高架率33と入力したため、 高価率毎分3300フィートとなり、高価率が通常の4倍以上の急高価になり激突したと推測された。このような入力ミスが生じたのは、同じスイッチで経路、高価角度モードと進路、高価率モードを併用しており、上下でそれぞれのモードを選択するようになっていたことと、パイロットがモード設定を確認しないまま入力したことが原因であるとされた。 なお、効果率が通常よりも大きかったにもかかわらず、パイロットが最後まで気づかなかった理由は、はっきりしなかったが、速さが売りだった同社にとっては、誤作動が起こりやすい、対地接近警報装置が搭載されていなかったことや、事故機の副操縦士が無駄話をして機長に、干渉しすぎたことが指摘されているほか、パイロットが、事故後、製造メーカーのエアバス社は、F 種の 操作パネルのデザインをご入力しにくいものに変更し、心臓器に搭載するとともに、既存の航空機の回収を行った。また、フランス国内で登録されている航空機に対し認意とされていた、対地接近警報装置の搭載を義務化したほか、事故の衝撃で故障した非常用、遭難信号発信機の使用方法も変更された。これは、事故現場把握が迅速にできなかったため、 犠牲者のうち少なくとも6人以上の救命ができなかったことを教訓としている。ありがとうございます。